はいどうもこんにちは。今回は2005年から2014年の史実話で、すべての年で牝馬三冠を目指していきます。どうもこの辺りの世代は、未だに熱狂的なファンが多いようなイメージがありますね。どうしても牡馬の活躍に隠れがちな牝馬路線ですが、牡馬に混ざって活躍し始める牝馬も増えて注目度も上がってきます。そんな中この世代では牡馬と互角どころか、蹴散らす活躍をする馬が続出してきます。ちなみに私は、ラスカ派です。ということで、やっていきます。2005年はラインクラフト、シーザリオ、エアメサイアの3強体制となりますが、牝馬3冠を狙うならシーザリオになります。ラインクラフトは2000以上の適性が低く、エアメサイアは成長型が遅めとなっています。シーザリオはスピード、サブパラ、距離適性に加え、大舞台持ちとクラシック路線に関しては一つ抜けています。また母としても優秀で、3頭の史実 G1 馬を輩出しており、中でもエピファネイアは守護馬としても活躍する名馬です。ラインクラフトに関しても中距離以上は厳しいものの、1800以下の距離に関しては牡馬に全く引けを取らない能力を持っており、史実では残せなかった小出し能力も高めに設定されており、十分な活躍ができるはずです。谷もサンアリュー、ディアデラノビア、デアリングハートなど、全体的にレベルの高い世代となっています。2006年は抜けた馬はいないものの、かなり高いレベルで拮抗しています。狙えそうな馬も多数おり、川上プリンセス、キストゥーヘブン、ウサイチパンドラ、アドマイアキッス、アサヒライジング、この辺りはほぼ横並びで、三冠レースの適性も大体同じぐらいです。オート進行するとアドマイアキッスが三冠を取ることが多い気がするので、今回は代表として挙げました。史実ではキストゥーヘブンが桜花賞、残り2冠を川上プリンセスが制しています。スピード値は川上プリンセスが少し高く、大舞台と根幹距離も持っており良さそうですが、マイルの適性が低く、オークスまでの道のりがやや難しいので評価を下げました。この世代の有力馬フサイチパンドラはあのアーモンドアイの母としても有名で、現役時代から確保しておくのもありでしょう。個人的には DMM のキストゥーヘブンの2022に出資しようか悩みに悩んで、結局やめたのが記憶に新しいです。2007年も強力な牝馬の揃う世代なのですが、中でも圧倒的な2頭がいます。ダイワスカーレットとオッカです。もちろんどちらでも牝馬3冠可能な適性がありますが、史実で牝馬路線を進んだダイワスカーレットを挙げました。この2頭は史実で牡馬と互角以上の戦績を挙げた通り、ゲーム内でも牡馬含めてトップクラスの能力を持っています。数少ない固有特性も所持しており、波の馬には負けることはないでしょう。惜しいのはどちらも小出し能力が高くなく、繁殖生活はかなり根気がいるかもというところです。谷は牡馬になってから覚醒した G1 馬エイジアンウィンズ、スリープレスナイト、エリジョで TM プリキュアと2頭での大逃げで穴を開けたクイーンスプマンテ、3歳でスプリンターズステークスを逃げ切った超ピッチ走法のアストンマーチャンなどがこの世代。2008年はこの年代の中ではあまりレベルが高くなく、混戦模様となる年です。ゲーム的に言うと、前後の年代が強すぎて牡馬での成績が上がらなかったため、その煽りが数字に表れてしまった感じとなっています。この世代では桜花賞馬トールポピーが能力上位で、距離適性もあり、大舞台を持っていて適任となります。ただし成長が早熟の普通型なため、レース選択を失敗すると秋華賞の時点でピークを過ぎることも、その他ではベジネッタ、リトルアマフォーラ、ブラックエンブレムなどが候補に上がりますが、他の史実馬との能力差はあまりないので、しっかりと育成をしておきましょう。牡馬で牡馬混合の重賞を勝った G2 大賞名将ベルーガや、白毛の重賞馬ユキちゃんなどがこの世代です。ユキちゃんは実は芝三角なので、三冠を狙ってみるのも。2009年はまたも牡馬に混ざってトップの活躍をする牝馬ブエナビスタが登場します。ブエナビスタは秋華賞こそ敗れたものの、圧倒的な人気と実力で牝馬クラシックを駆け抜けています。能力は世代ではダントツであり、固有特性まで所持、調子を合わせていけばほぼ確実に達成可能です。秋華賞でブエナビスタを破ったレッドディザイアも能力は大きく離されているものの、
こちらもその次との能力を大きく離しており、ブエナビスタさえいなければ楽に3冠が狙えます。谷は3歳からヒンバダート路線で活躍したラベリータ、繁殖としてレイデオロを出したラドラーダなどがこの年。2010年は史実ヒンバ3冠馬、パパカネの年です。スキルインラブ以来のヒンバ3冠となったパパネは、オークスでは JRA 史上初の G1 での1着同着などの記録もあります。トライアルで負けていたり、コバとなっては負けが続いたりがあり、ゲーム内で圧倒的な能力はもらえていませんが、それでも大舞台に根幹距離といった必須級特性があり、同世代の中では抜けた存在で、繁殖としても周華賞馬赤い鳥の娘がいます。オークス同1着のサンテミリオンや、世代 G1 で2度アパパネの2着となったアニメイトバイオなどが続きます。ちなみにこの世代のパラメータトップはアパパネではなく、短距離 G1 連覇のカレンちゃん、ライバルロードカナロアとの配合で史実馬カレン萌えがいます。2011年は混戦模様の世代となっています。周華賞馬アベンチュラはかなりの成績を収めましたが、故障で早期引退のため、能力的には一般上位クラス、三冠確実か思いわれたレーブリソールも、クラシック直前の故障とその後の成績もあり、アベンチュラ同等となっています。史実でも三冠は割れましたが、ウィポではクラシック無冠のホエールキャプチャが適正に近そうです。息の長い活躍をしたこともあり、珍しい成長型の覚醒となっており、平均上位のサブパラと根幹距離の特性持ち、何より成長力ありでレース仕様による成長が見込める点がポイント。とはいえ平均以上の馬が多い世代なので、どの馬が相手でも気は抜けませんね。2012年は再び最強牝馬の登場、貴婦人ジェンティルドンナの一強です。ブエナビスタやオーダスなどと並び、ゲーム中最強牝馬の一角。史実でも牝馬3冠をはじめ、ボバコンボ G1 でも勝ち負け、当たり前のように固有特性を持ち、海外遠征やボバコンボも持つ万能最強馬です。繁殖としてもエリザベス女王杯馬ジェラルディーナを輩出し、ゲーム中でも屈指のパフォーマンスを見せます。続く2番手は4戦連続ジェンティルドンナの2着となった悲劇の馬ビルシーナ。こちらも G1 馬らしい能力もあり、クラシック適性もあるので、ジェンティルドンナ次第にはなりそうです。ちなみに23年エリザベス女王杯ではジェンティルドンナとビルシーナの子が対戦し話題にもなりました。2013年は史実2冠プラスエリジョの名将マンモが1番手。というのも桜花賞馬あゆさんは穴での一発だったせいか、 G1 馬としてはステータスがやけに低めとなっており、名将マンゴが大舞台の特性持ちなこともあり、春の時点でもかなり有利です。この年は名将マンゴを含めて荒れ模様だったこともあり、全体的に能力値が低めですね。この年一番の評判馬デニム&ルビーは、宝塚記念2着などの成績を持ちながら、牝馬クラシックでは人気に応えることができなかったため、遅めの成長型となっています。能力自体は高いので、牡馬での中長距離で活躍はできそうですが、牝馬クラシックはやや不向きかもしれません。エリザベス女王杯を勝ち、大阪杯では圧倒的人気の絆をぶち抜いたラキシスや、牡馬で重賞3勝8歳まで走り抜いた足毛のスマートレイヤーがこの世代。2014年は3冠すべて違う馬が勝っていますが、おそらくハークスターの年として知られていると思います。桜花賞を直線で17頭全頭抜きでの勝利は、福のドリームの大逃げも合わさって圧巻の一言。その圧倒的人気ハークスターをオークスで破ったのがヌーボレコルト。こちらも3冠レースは3着1着2着の実力馬、そして周華賞馬の湘南パンドラは春のクラシックは未出走ながら、牡馬となってジャパンカップを勝利した実績があり、おそらくこれが一番の要因になっており、世代トップの能力をもらっています。この3頭に加えて、細め成長型ではありますが、 G1 を2勝、フラメンテ、北サンブラックを下したマリアライトがこの世代。この4頭は育成次第で誰でも可能な能力を持っています。23年オークス予想でヌーボレコルトの子イングランドアイズの動画を上げたこともあります。結果はご存知の通り。
ということで2014年までの牝馬三冠適正馬の紹介でした。牝馬路線も徐々にサンデー系が幅を利かせ、ディープインパクトの出現で一気に変わった感じですね。振り返るとこの10年は牡馬と牝馬に差がなくなった時期というのがよくわかります。2015年から現代は記憶に新しい強力牝馬が登場となります。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。